今泉 P プレゼンツファンキルにまつわるプレスセトラ文化放送超 A&G プラスにて深夜24時57分スタート。月曜日から金曜日までなんと毎日お届け。ゲームプロデューサーの今泉さんがリスナーさんからの質問に答えたり、ファンキルにまつわるゲストを招いてお送りしていきます。お願いします。今週のゲストは声優の佐藤舞さんです。佐藤舞ね、お願いいたします。佐藤舞です。佐藤舞流行らそうよ。佐藤舞です。ということで今日はキーワードトーク、サスです。サスでーす。里前は、昨日なんかおばあちゃんの顔して終わったけど、はい、そうなんですよ、うん、おばあちゃんってね、おばあちゃんなんですか実は。え、あ、と思うじゃないですか。おばあちゃんから借りてきたセーター着ちゃって。そうなんですよ、今日ちょっと借りてきたんですけど。じゃなくて、そうなんですか。じゃなくて、あの舞台の役柄で初めておばあちゃん役に挑戦して、うん、すごい。それは何、本当におばあちゃんを演じるの？声とかどうするの？おばあちゃん声出せるの？あのおばあちゃんっぽくなるべく出してますね。舞台でおばあちゃんのこと 見れるんですか今？今ですか？声ちょっと。あ、今ですか？あ、はい、じゃあやります、はい、いきます。結婚に3回失敗してます。あ、はい。結構序盤で、結構序盤で変っていう始まりとドゥンって。いやいや、ジェナもちょっとおばあちゃんの役やってみて。これがお年玉だよ。へえ。なんでやらせたんですか。こうなる空気分かってますよね、絶対ね。え、あとなんか、まあ、舞台でおばあちゃんの役をやったっていうことをやりたくて、はい、時間がなかったんで、はい、前の日は顔しかできなかった回でしたね。はい、で今日はなんか料理が多いですけどね。はい、ヘラさばきとか、もしかしてなんか中国の映画とか。違います。あ、違います。わたまって違う。お好み焼きのお好み焼きのヘラの話です。あ、あのね、あのヘラなんです。創建師ってこと？あ、そう、そうなんですよ。創建師なんです。そうなんです、創建師なんです。いいですか。え、じゃあヘラさばきですか。私、料理のレシピ動画。あ、そうなんです。私レシピ動画見るのすっごい好き で、特にお腹空いてる時にあえて作ってるところを見てお腹空かせるのがすごい好きなんですよね。やばい人だね、もう。うちの家族結構そういう人多いです。ご飯食べろよ。食べていいんだろう。あ、なるほど。それから最後ご飯につながるんだね、この。はい、なるほど。丸顔なのは食いしん坊だからなのかな。あ、そうですね、です。じゃあ今日は食いしん坊の方に話してきました。食いしん坊万歳。